さあ、月曜日でございます。こちら朝パラのロケに行かせていただきました。今回からですねちょっとスタイルを変えまして、僕がずっと喋る感じで、投稿していこうと思います。まあ、見にくかったらごめんなさい。まあ、実験的な感じでということでございます。どんなロケだったのかっていうのはね、やっぱ映すことができないので風景とかになってしまってます。毎回すいません。では1週間いきましょう。お願いします。石焼き芋お芋、どんな時も君と。さあ、火曜日はどこ行こう。僕は毛利さんと行かせていただきました。どこ行こうの部位はこれで終わり。撮るもんがねないというか撮れないんですよ、やっぱロケってね。はい、まあ、あの告知すると思うんでお願いします。そして、カンテレさんで漫才マンの漫才収録に行かせていただきました。はい、セルスパが終わって今交代待ちって感じですね。はい、セルスパはけてきました。はい、出てきましたね。漫才の番組に呼んでもらえるっていうのはすごい嬉しいです。光栄でございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。この後、まあ、番組の尺調とかの関係で最後にワンポーズだけ撮ってくださいの時間でしたけども、はい、で桜井さんが拍手をしてくれております。ありがとうございます。拍手なのかただ手叩いてるだけなのか。はい、そしてこの日名古屋に移動して透明阪交流所、はい、前説をしてくれてたんです。絶対あれや、はい、絶対的にあれやわ。ひちゃゆき久しぶりに会いました。それも消えた、はい、こういうねよう出てくれてるんで。あ、愛ちゃんもいた。愛ちゃんに絡む勇気がないからね、遠くからチラッと映すだけという、はい、北村、北村今ちゃんと見たかったでしょうね。集中して見てたのに邪魔しやがったみたいな、ちょっとイラッとした顔されてましたね。はい、で WW ホール NGK 改修中の劇場こんな感じです。喋んの追いつかへんな。はい、無事始まりました。こんな感じですね。さあ、そして立派な、はい、京都に移動して修学旅行の営業、いろんなところから京都に来て、まあ、関西といえばお笑いでしょうということで、芸人が呼ばれて夜ですね、皆さんの前でちょっと出し物というか、ネタをしたりという時間がありますね。さあ、どんな感じか動画はないので写真で、はい、こんな感じですね。はい、これじゃんけん大会大盛り上がり、そして最後に集合写真、こんな感じで、やりました。楽しい修学旅行ありがとうございました。さあ、次の日はですね、明石に行きまして、月一アンナという番組のロケでございます。この週はねロケがねすごくたくさんありました。初めて行く番組のロケとかもありました。はい、そして大阪に戻ってきて極み森ネタライブと大阪ウェルダンの出番でございました。撮ってるのに気づいたらこうやってねちょっとふざけてくれたりするんですよ、芸人さんって素敵な人たち。で次の日が漫才劇場サンステ、そして M1 ツアー大阪。おっぱしょいし、はい、違うわ、喋ってますね。なんかおっぱしょいしじゃない、おっぱしょいしちゃうって。おっぱしょいしに似ているというまだ合ってない、合ってないですよ。こんな似ててまだ合ってない。あ、そうか、僕満劇戻る。忙しいですね、満劇戻りだそうです。はい、あ、こっち。はい、いいですね、こうやって舞台袖の雰囲気。漫才劇場じゃいないメンツの感じですよね。あ、僕です。すいません。ちょっとあの Vlog みたいな、はい。ともしげさんが寄ってきてくれて褒めてくれました。ありがたいですね。この満劇サンステと M1 ツアー2回の間に、ラビットのロケも行かせていただきましたので、またそれも日程分かれば告知したいと思います。あの場所に行きました。あの人たちと一緒に、はい、もうすぐ放送されると思うんでよろしくお願いします。さあ、この日は、ナンバーグランド花月改修工事が終わりまして、 WW ホールから NGK に戻ってまいりましたと。はい、無事終わりました。ありがとうございます。そして、兵庫県、ここは神戸市に移動し、 M1 ツアー兵庫ですね。ホールに用があるんですけど、はい、楽屋がね3カ所ありまして、広い楽屋なんですけど、なぜか僕の部屋には
誰もいませんでした。みんなどこ行ったんやろ、なんで俺は一人でこんなことしてんねやろ、寂しいな。はい、舞台袖の雰囲気ですね。この日の前説はお兄ちゃん、ふがみがニタニタ。はい、大宅です。大宅が袖から無茶振りをしてきました。無茶振りに応える風ですね。次多分石焼き芋のネタかもしれないもんね。いやーおいも、はいはいはい、ダメだな。ピンマイクを入れていただきまして、袖から声が聞こえる。やらねえってこの後してくれましたね。やらねえ、まあ、こういう絡みが M1 ツアーならではですね。こんなも見えるんで、悩んでる方はぜひまた来てください。はい、そしてトリで、やらせていただきまして、最後に風がね、トリなのでまとめようとしてるんですけど、うまくいかない感じをご覧ください。ということで以上、エンターソン、エルマンツアーありがとうございました。ということで以上、エンターソン、エルマンツアーありがとうございました。ハンガースのエルマンツアー、自分らが主催みたいな感じになって、変なこと言ってましたね。はい、さあ、そして難波に戻りまして、難波グランド花月初単独ライブ変動楽のネタ合わせをしておりました。この後リハでした。お楽しみに。どうでしょう、こんな感じでした、見やすかったですかね。こんな感じでいきますね、これからも。さあ、そしてザ・セカンド2024の予選の結果発表、ご存知の方もいると思いますが、合格しました。ありがとうございます。次の予選も頑張ります。お願いします。